しもし。もしもし、こんばんは。こんばんは。何してたの？暇してました。じゃあお話ししよう。いいよ。何の話してる？いつも。アニメの話とか。アニメ好きなんですか？アニメ好きだね。何が一番好き？ソードアートオンライン。ソードアートオンラインね。見たよ、全部。うん、見た？見た、見た。見た、見た、見た。アリスゼーションまで見た。見た、アリスゼーションまで。あ、そう。やるじゃん。スパイファミリーとか見てるでしょ。スパイファミリーも見てる。首チョンパ、体チョンパ。TikTok で流行ってたやん。そう、それめっちゃ伸びるんだよ。 TikTok とかよく見るの？見る。マジで？ TikToker ですよ、うん、私は。 TikToker なの？そうなんだ。嘘。マジ。チェルシーって言うんだけども。チェルシー？そう、聖域展開でおなじみの人。聖域何？聖域展開って聞いたことない？わかんない。ちょっとやってみ。うん。聖域展開！編成曲。え？どっち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 が正しいの？それが地声？こっちが地声ですね。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。おいくつですか？今年17になる16です。高2？高2ですね。バイトもよくやってるんですか？まあ暇っていう程度に。なんて呼んだらいい？なんて呼びたいですか？みーちゃんですよ、じゃあ。ありがとう。みーちゃん、なんか部活とかやってたりするの？剣道やってます。剣道？マジで？うん。よっ、めんいいですでしょ。そう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 。へ、かっこいい。今彼氏とかいるの？今いないよ。好きな人は？なんか欲しいなって思うけど、できないなって感じ。なかなかね。こうやっても、何で知った？なんか YouTube 見てたって気がする。 YouTube あるもんね、なんか。あるある。そういう人に当たったことある？なくはない。有名な人はないけどね。マジで？じゃあ有名な人はこれが初めてかもね。有名な人なんですか？聞いたことないですか、チェルシーって。ええびっくりした。あります。あ、マジで？あ、チェルシーです、こんばんは。ちょっと待って。ありがとうございます、いい反応いただきました。